いや、世界史やってるとね、なんか、何度も出てくる場所ってありますよね。何度も出てくる場所。ここですね、ここ。アラル海に注ぐ、アム川とシル川の間。東大にはここはですね、ソグド地方と言われましたね。ソグド地方。ソグド商人の本拠地ですね。で、山、天山山脈パミール高原越えると、タリム盆地。うん。で、このそば粉のオアシスを点々と旅する、商人たちが往来していたということなので、まあ、ここを抑えるとですね、まあ、金になるんですね。うん。だから、いろんな勢力がここを争いましたと。そもそも、セルジューク朝ってここで起こってるし、うん。あの、セルジューク族っていうのは、このシル川のほとりで起こったんですよ。うん。だから金があったんだろうな。ね。それから、セルジューク朝が解体した後、ここが独立政権になってですね。これが、ホラズムシャー。ホラズムシャー。はい。そして、その頃こっち側、モンゴル高原にチンギスが現れて、大帝国を築きますと。ね。はい。で、ここにあった、カラハン朝とか、セイカなんかが、モンゴルに併合されていきますと。はい。結果、このホラズムシャーとモンゴルが国境接した。で、ぶつかりました。で、一瞬にしてホラズムシャーは滅ぼされちゃって、で、ここにチンギスの息子さんがですね、国を建てました。ここってのは、この、ソグド地方とタリム盆地と両方です。これを一個の国にしました。これが、チャガタイハーン国。うん。これがチャガタイハーン国です。だから、チャガタイハーン国の経済基盤は、東西交易ですよ。次に、バグダードに攻め込んだのがですね、フラグですね。フラグさんはですね、チンギスの4番目の息子、トルイの息子ですね。はい。お兄ちゃんがフビライですね。1258、バグダード攻略したのがこのフラグさんです。で、イランとイラーク、あとはカフカース地方ですね、を束ねたですね、イルハーン国を建てました。なので、イスラム世界の大部分は、このイルハン国の支配下に落ちました。はい。これはですね、イスラム教徒にとっては暗黒時代ですよ。暗黒時代。で、そもそも、モンゴルは異教徒ですし、で、最初モンゴルはですね、イスラムに全く敬意を払わなかったんで、で、もうカリフは惨殺するわ、コーランは焼くわ、モスクはですね、馬小屋にした。馬小屋にしました。モンゴルは。で、散々もうイスラム教徒を侮辱したんですよね。ために、イスラム教徒はこんなことを許さないって言ってですね、一斉にジハードが始まります。対モンゴルジハード。はい。そうするとね、モンゴルっていうのは短期決戦は強いんですけども、長期戦に弱いですよ。やっぱり人口少ないからね。で、さすがのモンゴルもだんだん弱っていくんですね。はい。そして、モンゴル人のいつもの病気が始まりました。病気が。はい。ハーンの位を巡る継承問題ですね。長男が継がないから。はい。で、もう、兄弟、いとこ間の、殺戮が繰り返されます、イルハン国。そんな時に、ガザンという、この人は、7代目です。7代目。ガザンさん。で、ガザンさんはですね、自分のいとことですね、ハーンの位を争ったんですよ。うん。で、その、内戦に勝ち抜かないと自分がハーンになれないっていうことで、負けたら殺されますかね。もう必死ですね。はい。で、その時にある日、ガザンがですね、突然モスクに姿を現してね、で、両手を上に向けてね、こう言ったんですよ。ラーイラハイララー、ムハンマドラスルーラー。それで、それを見た周りのイスラム教徒は、うわーってなってですね、ついにモンゴルがアッラーに従ったかってですね、で、たちまち軍勢が集まったんですよ。で、これで彼は、いとこを通して、第7代になったんですよ。これがガザンハーンの改宗って話で、だから僕はね、ガザンハーンがイスラム教徒だったかどうかは疑ってます。まあ、つまり彼は生き残るためにやったんですよね。うん。でも彼は賢かった。それからですね、イルハーン国っていうのは、軍隊はもちろんモンゴルがやるんですけども、官僚機構は誰がやったのかということですよ。はい。これ、地図を見ますとですね、まあ、ここなんで、これ、ほぼイランです。うん。だから、人口の多分8割9割はイラン人ということは、共通語はペルシャ語っていうことですから、で、イラン人っていうのは非常に優秀でですね、官僚としての能力が抜群だったのですね。だから、アラブ人もイラン人官僚にしていましたよね。アッバース朝以来。トルコ人のセルジューク朝も、
イラン人官僚を使っていました。例えばあのニザーム・アル・ムルクなんていうね、宰相がいましたね、イラン人の。うん。なので、今回、あの、モンゴル人もですね、まあ、戦は我々がやるが、我々ちょっと読み書きが苦手なんで、こういうなんかこう書類の管理ができないから、これはもうイラン人にやらせるっつですね。はい。で、あの、イラン人官僚はですね、まあ、もっとそのアッバー人に使えていたようなイラン人官僚がそのまま、イルハン国に採用されたんですよ。だから、公用語。公用語はペルシャ語なんですよ。で、その、イラン人官僚組織があって、そのトップが、宰相、なんですね。宰相さん。ええ。だから、宰相もですね、当然、モンゴル人ではないんですよ。イラン系の人なんですね。この人。ラシード・アッディーンです。ラシード・アッディーン。ウッディーンでもいいですよ。ラシード・アッディーン。はい。ガザン・ハーンにお使いした、宰相です。はい。彼のファミリーはですね、あの、血統的にはユダヤ人です。が、ペルシャ語を喋っていたので、まあ、イラン系と考えて間違いありません。彼は普段は、あの、ペルシャ語を喋ってました。はい。で、ラシード・アッディーンはですね、ニザーム・アル・ムルクと並ぶですね、学者でもありまして、はい。で、ガザンに呼ばれて、こういう命令を受けます。ラシード。我がモンゴルは、チンギスに始まり、わしに至るまで世界を征服した。だが、残念ながら、我らモンゴルは読み書きが不自由で、未だこのモンゴルの偉業を書物に残した者がいない。お前たち、ペルシャ語はできるだろう。だから、ペルシャ語でモンゴルの歴史を書け。チンギス様からわしに至るまでのモンゴル史を書け。ということで、で、書いたのが、終始。はい。ラシード・アッディーンの終始。モンゴル史を書いた書物っていうのは、二つしかないんですよ。二つ。で、一つが、この終始。で、もう一個はですね、漢文で書かれているんですね。あの、元朝秘史。元朝の秘密の歴史ってなんだよ。ただ、この元朝秘史はちょっとね、あの、ファンタジーが多くてね、あんまり信用できないんですよ。で、このラシードのですね、あの、収支の方が、もう正確無比、もう客観的に書いてあるんで、モンゴル史の研究家は必ずこれを読むことになってます。だからもし、あの、皆さんの中で、あの、ちょっと大学でこのモンゴル史を研究したいなって人はですね、モンゴル語やってもしょうがないんですよ。ないから、記録が。ペルシャ語、ペルシャ語。はい。これがイルハン国。はい。で、このイルハン国とチャガタイ汗国がこの後合体します。はい。合体させたのが、ティムールですね。ティムール。また、あの、系図見てください。で、この人はですね、モンゴル人です。が、当時はトルコ語喋ってました。山の西側、ソゴド地方、これを西トルキスタン。山の東側、タリム盆地のことを東トルキスタンとも言います。生まれたのがこのサマルカンドっていうところで、まあ、ソグド地方の真ん中ですね。で、この頃、チャガタイ汗国はもう、あの、いとこ兄弟の争いがずっとついてまして、もうバラバラになってた。で、そこに彼が現れまして、で、たちまちこのね、山の西側のですね、西チャガタイ汗国っていうところを統一。ただ、ここで問題があったんですよね。あのね、実は、モンゴル帝国崩壊後、そのモンゴル帝国の継承国家の君主になれるのは、チンギスの男系男子だけ。というルールができちゃうんです。モンゴル帝国の継承国家のトップは、チンギスの男系男子だけ。これをですね、チンギス党原理って言うんですよ。チンギス党原理っての。うん。だから、なんちゃら汗国のトップは、チンギス家の男子だけ。ところが、ティムールさん。ティムールさんは、モンゴル人とは言っても、チンギス家じゃないんですよ。ないんですよ。つまり彼は、ハーンになる資格はない。ないんです。だから絶対にティムールハーンって言っちゃいけないんです。でも、実力はあるということで、彼どうしたかっていうとですね、名前だけ残っている、チャガタイハーン家の王女様、と結婚し、つまり、チャガタイ家に、婿入りしたんです。
だからティムールのですね、あの正式な称号っていうのは何ていうかっていうと、ムコ総督っていうんです。これが正式な称号なんですよ。ムコ総督。これね、ムコさんのことをキュレゲンって言ってね、で総督がアミール、だからアミールキュレゲン、アミールキュレゲンっていうのが彼の正式なタイトルなんですね。で、一応名前だけですね。名前だけ、チャガタイ藩家のハーンを立てていて、名前だけ。で、そっからこのエミル・キュレゲンに、こう、任命されるみたいな感じ。だからここでもやっぱり、あの、権威と権力が分かるんですよ。面白いですね。うん。あと、この人の面白いのは、足に、障害があったんです、この人。障害者でした。それで、杖がないと歩けないし、まして、あの、馬に乗って走るなんて出なかったんですよ、この人。これは変ですよね。騎馬軍団のトップがですね、馬に乗れませんってどうやって戦ったのって思うでしょ？ね。それはですね、ここを使ったんですよ、ここ。で、戦いの前の日にさ、作戦会議行ってるじゃないですか。で、作戦会議やって、あの、絨毯の上にこう、でっかい地図を広げて、ね。で、将軍たちを集め、幕僚を集めてですね、明日の戦いであるかって始めるんですよ。ね。敵は何万。そのうち、何千がここからこう送る。何千がここからこう送る。で、残りはここに対する。だから、我が軍は、A 将軍、君はここにいて、で、兵何万を率いてここにいる。B 将軍はこっちから、後ろ、横側からこう敵をつけ、で、C 将軍は前からこっちにしろみたいな。こうやってですね、全部作戦プランを立てて、あとは、見てるだけ。で、これが全部当たるんですよ。その意味でも、軍略の天才だったんですよ。うん。もう、百戦百勝。すごいよね、この人。で、まず、西チャガタイを統一しました。で、次に山越えて東チャガタイを併合します。で、さらに、イランに攻め込んで、イランも当時、イルハン国がまた例によってバラバラになったんで、そこにどんどん攻め込んでいって、イランも統合しました。結果、こうなります。はい。チャガタイハン国とイルハン国を束ねた、こういう氷炭型の形になるんですよ。これが、ティムール、ティムール朝、ティムール帝国。さらに、西に向かいまして、オスマン帝国にも攻め込んでます。アンカラの戦い、これも圧勝してますね。詳しいことはオスマン帝国の時やります。さらに、シリアに攻め込んでですね、ここで、あの、例のマムルーク朝と激突。で、今回もですね、マムルーク朝勝つんですけども、この時にちょっと面白いことがあったんでお話ししますね。はい。ここにですね、あの、ダマスクスって町があります。で、ここにティムル攻め込んだと。で、たくさんの捕虜が捕まったんですが、そのマムルーク朝側のね、その中に、この人がいたと。イブン・ハルドゥーン先生。で、彼はですね、当時、マムルーク朝にお仕えする大法官、まあ、最高裁長官みたいなお立場であったと。これが公式の立場なんですけども、それより彼を有名したのはですね、あの、歴史家としての業績でした。はい。イブン・ハルドゥン先生。彼は世界史序説を書いた歴史家でありまして、で、ちょっとこれ話すね。私、イブン・ハルドゥーン、北アフリカに生まれたアラブ人であります。現在たまたまマムルーク朝にお仕えしているが、このエジプトの歴史を調べてみて分かったことがある。エジプトはこれまで何度も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 遊牧民に攻め込まれてきた歴史である。エジプトはナイルの賜物、とても豊かであって世界最後の都市文明を築いた国である。しかしあまりに豊かであるから人々は戦いを忘れてしまって弱い。よって常に侵略の対象であった。まあ、遡って考えるとアッシリアに攻め込まれ、それからアケメンソペルシアに攻め込まれ、それからマケドニアのアレクサンドス大王に攻め込まれ、ローマに攻め込まれ、その後アラブに攻め込まれ、その後アラブのシーア派のですねファーティマ朝に攻め込まれ、サラディーン、クルド人に攻め込まれ、そして今マムルーク朝の支配を受けていると。一体これ何だろうかと考えてみた。そう、実は世界史を動かすのは都市の文明とそこに攻め込んでくる貧しい遊牧民の争いと考えることができる。遊牧民は草原に暮らし、農業はできない、生産力は低い、常に飢えている。飢えているから戦う。ハングリーである。ハングリー精神。だから強い。そうすると、満ち足りた都市文明の軍隊とハングリーな遊牧民が戦えば、それはハングリーな方が数に決まってるんで。ね。満ち足りた、現役生と
ハングリーの浪人が戦えば浪人勝つんだよ。だろ。こうして歴史は変わっていくと。残念ながら私は、英雄チンギスに会うことはできなかった。ああ、ちょっと生まれてくるの遅かった。だから今、目の前に、ティムールが来てる。ティムールはまさにこの遊牧民のリーダーであって、ね。一体ティムールが一体何を考えてこのエジプトまで攻めてきたのか、ぜひインタビューしたい。ティムールに会いたいと彼はずっと言ったんですよ。で、だから彼が捕まった時にティムールに、ああ、捕まっちゃったみたいな感じで、会わせてくれって言ったんですよ、ティムールに。そしたらなんとですね、ティムールはですね、彼のこと知ってたんですよ。え、あの有名な先生がいるのかつって。呼んでこいつって。で、ティムールが寝泊まりするテントまで先生呼ばれてですね、で、挨拶してですね、ティムールがですね、こう言ったんですよ。我々、遊牧民は、戦は強いが、学問が苦手で、まして、歴史なんてものは全く知らないので、先生はなんか歴史に詳しい時なんて、ちょっと、我々にその、歴史の講義をしてくれって言ってね、それで、ティムールとその、幕僚の前でですね、世界史の講義したんですよ、この人。で、最初はあれですよ、アレクサンドロスの東方演説が始まったんですよ、これ。そしたら、みんながですね、おーってなって、面白いとか言ってね、ちょっと止まってけって言われてね、で、この後彼一週間止めてもらってですね、毎日毎日講義したって言ってね、こういう人です。これ面白いね。だから、その、学問における天才とですね、それがその、なんで、軍事における天才がこう、一瞬出会ったっていうですね。それで、まあ、ここからは僕の想像ですけども、これでちょっと、ティムールはですね、なんか目覚めちゃったんですよ。うん。俺はね、アレクサンドロスやカエサルと並ぶですね、そしてもちろんチンギスに並ぶ英雄になりたいと。ということは、こんな、エジプトをちまちま攻めてもしょうがないんで、ね、もっとでかいことやりたい。ね、でかいことは何かって言うと、それは、チャイナの遠征ですよ。中国を支配下に置けば、偉大なチンギスになることができるということで、彼はですね、この後エジプト攻めやめちゃってですね、中国遠征に向かったんですよ。これ、もしかしたらこの、イブン・ハルドゥンがそういうふうに仕向けたのかもしれない。この頃中国はもう元朝が崩壊しまして、で、明が起こっちゃってですね。で、明の第3代永楽帝って人が、モンゴル高原にこの辺攻め込んですよ、永楽帝が。うん。で、その永楽帝と、モンゴルの、オイラトがこうぶつかってるんですよ。それで、オイラ島からも使いが来てですね、ちょっと民軍が優勢なんで、ちょっと援護を送ってくれって来たんですよ。そしたら、ティムールが、よっしゃーって行くんですよ、自ら、本人が。で、本人がですね、10万の軍勢引けですね、で、ここからサマルカンドからまっすぐ、この天山の北に向かって、で、こうやって、あとモンゴル高原を経てですね、北京に攻め込むつもりだったんですよ。ところが、この天山を見下ろすふもとでですね、まあ、長旅の過労でしょうね。ぶっ倒れたんですよ。で、ぶっ倒れてそのまま彼は死んじゃった。これは、ちょっとね、惜しかったですね。もうちょっとですね、アッラーがですね、あと5年でもティムールの寿命をお許しになったらですね、必ず彼は頂上を突破してですね、北京に攻め込んだわけです。時の皇帝は永楽帝ですから、じゃあ皆さんちょっと聞きますよ。永楽帝とですね、ティムールがもし戦っていったら、どっち勝ったか？永楽帝勝ったと思う人。はい、ティムール勝ったと思う人。あ、そうですか。僕もティムールだと思います。ということは、明朝はですね、3代で滅亡したと。で、その後またモンゴル支配が戻っちゃってね、多分そのティムールが北京に入って、なんか、後の元、高原とかいう名前でね、収めていったら面白かったなと思ってですね。それで、そのティムールの遺骸とともに、軍団はですね、サマルカンド戻りましたと。で、ここで、彼のご遺体は葬られて、で、これ今でもですね、ティムール廟っていうこれがあるんですよ。まあ今でもティムールっていうのは中アジアの英雄ですからね。そして、本当にこの国はですね、もう、なんかティムールの個人商店みたいな国で、その子孫たちは彼の軍事的な才能は受け継がなかった。うん。で、また例によって内紛が繰り返されまして、まあティムール王朝で覚えるのは、まあティムールと、あとまあたまにこの人が出るかな、ウルグベクっていう人、これお孫さんです、お孫さんで、で、サマルカンドに天文台作ったんですよ、天文台を。うん。で、天体観測やらせて、暦をですね、改定したっていう人なんで、この人はもう完全にそのもう文化系になっちゃってるんですね。うん。戦いに興味がないということなんで、やられました。はい。で、敵がですね、同じトルコ系の北方民族のウズベックの侵入があった。これが西暦1500年で、で、ティムール帝国は崩壊しました。なお、その子孫のバーブルって人がインドに亡命して、
ムガル帝国っていうのを建てますが、これはまた後でお話をします。はい。ということで、このティムールの本拠地であるですね、ソグドですね。もう一個の言い方は、西トルキスタン。西トルキスタンをウズベック族が取りました。ウズベック族っていうのはもともとね、キプチャカ汗国に仕えていたトルコ系の部族です。もちろんイスラムです。はい。で、彼らはですね、統一国家じゃなくて3つの部族の連合体だったので、3つの町にそれぞれハーンが立ちました。これをウズベックの三ハーン国と言います。こちらです。ヒバ、ブハラ、コーカンド。これ地名です。はい。で、この三国はですね、19世紀後半に、ロシア。はい。ロシア、ロマノフ王朝ですね。との戦いに敗れまして、19世紀に。で、相次いで併合を保護国になります。はい。で、その後、ロシア革命を経て、ソビエトになりまして、ソビエト連邦の中のウズベク共和国ということになりました。はい。1940年代に、モスクワからですね、科学者のチームが入った、ここに、サマルカンドに。それで、ティムールのですね、ティムールの墓の調査をしたんですよ。こうですね。で、ここを開けろって言って、現地の人嫌がったんですよ。いや、これは開けられませんって、これはもう大事なうちの祖先ですからって言って、いや、開け、ね、共産党だから全くそういう迷信とかしないからね、開けろって言って。で、墓をこう開きました。うん。で、イスラム教徒ってのは土葬にするので、しかも乾いてるからすぐに遺体はミイラになっちゃうんですよ。それで、本当にティムールがですね、いらっしゃったんですよ。そのまんま。うん。で、確かに、足がちょっと変形してるですね、ご遺体が見つかりました。ああ、間違いない、ティムールだ。ね。それから、頭蓋骨を取り出しまして、で、それをこう測定してですね、ソ連の科学チームがですね、科学アカデミーがですね、その遺骨を元にして再現したのがこのお顔なんですよ、実は。うん。だからこれは肖像画じゃなくて、その科学的にティムロの顔を再現したらこうなったんで、多分こういう顔だったんだろうと。で、この非常にこの目がですね、細い、鋭い目してますね。それからこの頬骨って言ってこうですね、これがこうちょっと出っ張ってる、こういうもう典型的なモンゴロイドの顔をしてました。で、調査が終わりまして、元のね、棺桶に入れて、うん。よし、じゃ調査完了って締めようとしたら、文字が、なんて書いてある。この墓を暴く者に災いあれ。そう。あ、でも彼らは共産党員だからね、無神論だよ。ええ、迷信迷信ってこう閉めたんです。そして、その直後に起こったこと、ヒトラーがですね、ソ連に攻め込んだんですよ。バルバロサ作戦ですね。あれは実はですね、ティムールの盾だったってことですね、これね。怖いですね、ティムールね。もう死んだ後も世界中動いてたっていうね、すごいですね、これね。で、ティムール帝国のうち、その中アジアの部分はウズベックになりました。じゃあ残りはどうなったか、残りはこうなったんですよ。残りのほとんどはですね、こちら、サファビー朝になりました。はい。もともとはこのですね、カスピ海のほとりにですね、タブリーズっていう町。はい、これです。タブリーズ。で、この町は、イルハーン国の都だったところです。で、ここにですね、シーア派のですね、神秘主義教団がいた。で、その神秘主義教団のですね、リーダーだったイスマイールという人がいまして、この人がですね、ティムール帝国崩壊を見て挙兵したんですよ。で、我がシーア派のイラン人の国家を再建しようって言って、これがサファビー朝なんです。実は、今、イラン人のほぼ 100% がシーア派なんですけども、そうなったのはこの時代なんですね。で、なんでそのイラン人にシーア派がこう受けがいいかっていうとですね、実は、系図なんですよね、系図。シーア派の系図見ていただくとですね、歴代イマーム様ですね、アリー様の息子さんのフサイン様、ウマヤ家に殺されちゃったフサイン様ですが、その奥様が、はい。ヤズデ・キルト3世の娘。え、誰？これは、ニハーバンドで敗れたササン朝の王ですよ、この人。
で、その後、シーア派っていうのは血統を重んじますので、歴代イマームに、この実は、ササン朝の王女様の血が入ってるってことなんですよ。ということは、シーア派政権ができるということは、イコール、ササン朝の復活を意味するんだと、宣伝した、サイビー朝が。で、これがイラン人に大ヒットしたんですよ。ササン朝がつって。ええ。いやもうね、イラン人にとってササン朝ってのも、なんかもう過去の栄光の歴史なんですよ。で、イラン人は腹の中でアラブ人のことばかりしてましたね。アラブ人なんかがね、まだその、アラビア半島でラクダを追ってた頃に、我が祖先はササン朝ビルドを作ってローマと戦ったっていうのが彼らの誇りなんですよ。だからもうササン朝って聞くともうイラン人は胸がキュンとなっちゃうんですね。で、このササン朝の歴代の王様の称号がですね、これシャーだから、シャープールとかですね。ね、ホスロイスはあれ、シャーホスローなんですよ。だから、サービー朝のイスマイルはですね、あえて、このシャーという王号を復活してですね、自分のことをですね、シャーイスマイルって言ったんですよ。シャーイスマイルだって言ったらもうイラン人が胸がキュンキュンになっちゃって。うん。だからもう赤い彗星シャーですよ。もうキュンってなっちゃうんだよ。なんで、こう非常にその、イランのですね、ナショナリズムに火をつけて成功したのが、このサービー朝であるということですね。ただし、そのことによってですね、スンナ派を敵に回しました。はい。で、当時スンナ派のリーダーになりつつあったのがオスマン帝国です。後で詳しくやります。そうすると、オスマンから見ると異端ですからね、シーア派っていうのは。で、このオスマン帝国が何度もこのシーア派打倒とか言って攻め込んでくるんですよ。で、当時すでにオスマン帝国は鉄砲隊を持ってました。イェニチェリ。なので、イスマイルはですね、このオスマン帝国のイェニチェリと戦ってですね、惨敗するんですよ。チャルデラーの戦いって。それで、これやばいってことで、都のですね、タブリーズを捨てます。で、その、オスマン軍がこう攻め込めないようなところ、もっと南に都を移すんですね。これやったのが、五代目のアッバース一世です。シャー・アッバース。アッバースとかイスマイルとかって、もうイスラム教徒によくある名前なんで、例えばこのアッバース朝とは何の関係もないし、あとシーア派のイスマイル派とも関係ないです。たまたま同じってだけです。はい。で、アッバースのやったお仕事は、イスファハンに都を移しました。と同時にですね、オスマン軍に対抗して、鉄砲大砲を装備した軍隊を作ります。これはアッバースの軍政改革と言います。あとですね、十二イマーム派、シーア派の中の多数派である十二イマーム派を正式に国教にしました。イスマイルの時はですね、なんかちょっと怪しいシーアなんですこれ。怪しいシーアってのは、そのなんか、土着の信仰となんか混ざり合った、ちょっと怪しいシーアだったんですよ。それをですね、正統派のシーア派に切り替えたのが、このアッバース一世。はい。あとですね、イギリスと手を組んだ。これどういうことかですね、ホルムズ島問題ですね。ホルムズ島ってここなんですよ。こう。で、この狭い海峡をですね、ホルムズ海峡って言うんですね。で、ここの島をですね、ポルトガルがですね、占領しちゃったんですよ。そうすると、イランがですね、例えば、絹織物とかですね、あと、なんか銀製品とか、あと絨毯とか売りたい時に、ポルトガルを返さないと売れないじゃないですか。と、安く買い叩かれちゃうから、うん。で、イランは海軍がなかったんで、しょうがないので、イギリスと手を組んだんですよ。うん。で、イギリス東インド会社とアッパースが手を組んで、あそこにいる、うざったいポルトガル人を追っ払ってくれたら、イギリスとの通商を認めるという条件で、だから、戦ったのはイギリス東インド会社とポルトガル。はい。で、この島からポルトガルを撤収しまして、で、この島の対岸の港を開いて、サービー朝がですね。で、ここでイギリスと交易始まるということです。はい、こちら、イスファハンですね。アッバース一世が作った都です。写真問題がね、これよく出ますので、はい、紹介します。ですね、真ん中に大きな池があります。四角い池ですね。で、その周りにずっとこのアーケードがあって、これがバザール、マーケットになってまして、いろいろ絨毯とかですね、銀細工とか、売ってます。それから、王宮も、あります。そして、正面にこの巨大なモスク、イマームモスクですね。これがまあサハビー建築の
傑作で、この素晴らしいブルータイルが特徴です、アラベスクのね。で、基本ですね、イランっていうのはほとんどまあ水がないところなんですよ。もう周りはですね、この街の周りは荒涼たる砂漠なんですが、ここはですね、もう街中にこんこんと泉が湧いてます。これ遠くの山からね、人工的に地下水を掘ってこの街に流れ込むようにしてあるんですね。これカナートって言ってね、だから本当にここは緑豊かで、まさに砂漠のオアシスって感じです。イラン人はですね、イスファハンは世界の半分なんて自慢するんですけども、まあ私は言ってみてですね、世界の半分っていうのは嘘だと思いました。でもイランの半分の価値はありますので、もしイランに行かれてですね、でイスファハンを見てないって、それはちょっと残念すぎますね。イランに行ったら必ずイスファハンは立ち寄ってください。はい、今回は以上です。